チェンのわけの巻き。おはようございます、バコメの周作でございます。去年僕がお邪魔しましたね、献血ルームで働いている献血王子がですね、今年頭ぐらいまではよう遊んでたんですけども、まあこのコロナの影響もあってか全然連絡取ってなかったんですよ。で少しずつ落ち着いてきたかなと思ったんだけども、未だに音沙汰がないから何やってんのかなと思って、で連絡取れたんでね、今日夜じゃあ飲もうという話になりましたので、献血王子最近何やってるかという近況報告をしてもらうかと思います。では行ってきたいと思います。あれま、久しぶりだね。久しぶりだね。超久しぶりじゃん。髪型が変わってる。変わったの。パーマ当てたの？パーマ当てちゃった。あらららら。元気してた？うん、元気だったよ。いや、超久しぶりだからさ。だから、元気だった？俺は生きてるよ、全然。なんかしばらくね、会社からも飲み会は自粛しろってなってて、でしょ、でやっと今落ち着いて寝れるかなっていう、うん、なんかもうこっちは通常運転だったからね、もう本当にもう休みもいつも通りだしっていう感じで、よかった。ちょっと久しぶりに集中部で王子も映しとかなきゃと思って、ぜひ。これマスク取っていいの？あ、いいよ、今のご時世。いいよいいよ。おー、ちょっとだけ今日はあれの前髪が志村さんの言うようなの一人で急におしゃれしちゃったのに。女でもできたの？女はできてないですよ。この恋愛もコロナ自粛だから知らんがな。乾杯。お疲れっす。お疲れっす。あー美味しいですね。不足してるな。食べて食べて、どう？ありがとうございます。うん、あ、エビ入ってますね、これ。うん、味がもわっとくるんですね。いや、もわっとってあんまりいいわけじゃないんだよ。本当にもう舌いっぱいに味が広がって、舌いっぱい、口いっぱいだろ、それ。あ、口いっぱい広がって舌いっぱいないの？本当に美味しいんで食べてみてください。誰に勧めてんだよ。俺に言ってんの？それでも見てる人に言ってんの？あ、視聴者さんと。お前が視聴者を意識しなくていいんだよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日お店お休みですか？今日はお休みでございます。あら、なんか配信したの？いや、何も。今日ただただ飲んでました。周りの22歳を目の当たりにした時に、もうみんなワックスつけてチャラチャラしてた感じがあったんですよ。すごいですね、そういう人。ふと自分をね、鏡越しに見た時に、いや、これ22歳じゃねえなと。もうちょっと俺タラちゃんだなと思ったし、もうな、髪に元気がないような感じ。じゃあちょっと等身大の22歳になったんだ。若い時にできることっていうのもあると思うし、だからホーミーズとばっか遊んでんだよ。羨ましいのは千葉真さんですよね。だからもう人気者の方にしか行かないんだよ。ジジイと遊んでるよりも人気者の色が人気じゃない。なんていうのだったんですか？あれはね、YouTube の講演会みたいなのがあったんですよ。あ、そうなの？それでお邪魔して。何 YouTube の講演会？カッツープレゼント。ほら、もうカッツーとかすぐ来るよ。俺なんかカッツーからフォロー切られてんのに。カッツーさん、はい、YouTuber をね、やられていて。 YouTuber？ あー、おい、ちょっと待ってよ。私このライブの一番の YouTuber だと思っております。私の YouTube、 皆さんも知ってくれてると思いますけども、僕同一旅行に行くたびにもう頑張って頑張ってチャンネル数も増えてきましたね。もう今920人ぐらいです。間もなく1000人になるぐらい。俺は頑張ってんだっつうの。君は何人いるんだい？今1.8万人。すいません。じゃあ、千葉真さんとルカさんに言っといてください。まあ、俺も会いたいって一応同級生なんで。クリアの同級生なんですよ。じゃあ会ったことは一回成人式で、タコなんですけど、クリアの市内出身なんで、一回去年の成人式で会って、あっちから声かけられて。大丈夫だ、お前断られるから。でもそうですよ、フォロー切られてて。